オッドアイ109チャンネルの AT と申します。ご訪問ご視聴ありがとうございます。ちょっと、ね、まだ暑い時期なのでこの時期にこの実験をやると汗かいちゃうのであまり長時間できないんですけど、これが M サイズの私が L サイズのフェイズジャケットを着た様子です。もちろん見た目少し大きめですよね。ただ冬場使うっていうことを考えて、これにじゃあダウンを下に着込んでみましょう。今回はユニクロのウルトラライトダウンを着てみましょう。これすごく薄い割にあったかくって、あとはね厚みがすごいピタピタのレザースーツ、レーシングスーツの下にもこれ実は着込めるくらい薄くなるんですね。で薄くペッタンと潰れちゃうと全然あったかくないかっていうとそんなことないし、ある程度防風効果というのもありますし、例えばここら辺全部パンチングメッシュとかレーシングスーツ入ってますけど、その下に着込んで冬場サーキットへ行くまでとか、さっきと走ってる最中冬場の走行会とかでも結構下に着込めるぐらい柔軟性がある、幅がいろいろ自由度はあるんですけれど、しかしいくらぺったんこになるからといって潰さないで乗った方がそりゃ暖かいわけですよ。ダウンなんだもん。で新しいとはまりにくいですね。はい、こんな感じで今これで下にライトダウンを着込んだ状態です。めちゃくちゃ暖かいです。そしてダウンが潰れない程度の下の幅、身幅っていうのもキープした状態で下にダウンがあります。これはね真冬に着てても大丈夫っていうぐらい暖かいです。変わってベンチレーションを開けなければもともと防寒着になるぐらいまでもともと暖かい素材のものです。風を通しちゃうと夏場でも使えるよっていうレーシングスーツにもなりうるけれど、風がない無風状態でレーシングスーツ着てたらいくらパンチングだらけのレザースーツだってやっぱり真夏はかなり暑いんですね。風が通らなければ革はやっぱり暑いんです。暖かいんです。それの下にダウンを着込んだらもう真冬でもバッチリじゃないでしょうか。こういうところに革と伸縮素材があります。これ防風素材ですから風は通さないんですけど、そうは言っても革自体の保温性っていうのがある。革の部分っていうのは保温性が非常に高いので、こういう防風伸縮ストレッチ素材よりも革の方が暖かいわけです。これで下にダウン、もう今ね正直汗だくです。すごい暖かいです。でもダウン下に着込んでも L サイズを私が選んでいるとすごく余裕で全然 OK ですよね。真冬でも使えるウェアとしてフェイズジャケット L サイズを選んでおくと使えます。真冬が OK なジャケットになりました。 M を選んでも下にこのライトダウンなら着込めると思います。ただこうやってね袖を曲げた時のここですね、ここがこうやった時、やっぱりきつくなると血が止まるんですね。 M サイズでそれをやっちゃうと多分ここがきつくなると思います。 M サイズでも L サイズでもライトダウンなら下に着込むことができますが、 L だとこれくらい余裕を持って着ることができるというのはご覧の通り。はい、では今度はこの普通の革のジャケット、スーツみたいな形をしたこういうジャケットですけど、これはいわゆる M サイズ、私の体にぴったりの状態でワイシャツの上に背負った時ちょうどぴったりになるようなシルエットなんですけど、これをライトダウンの上から着てみましょう。着れなくはないんですけどかなりもっこりした感じになりますよね。まあバイクウェアじゃないのでしょうがないんですけど、ここら辺とかはもうかなりキツキツな印象ですね。 M サイズのレザーのジャケットの下にライトダウンを着込んじゃうとどうしてもこういうパッツンパッツン感になっちゃうんですね。着れなくはないですよ、着れなくはないけど見るからになんか膨れてるなっていう感じになっちゃいますよね。これが普通の M サイズを選んだ場合の参考です。もちろん試しに脱いでみましょうか。普通にシャツだけで着込むとこのレザーのジャケットはこんなサイズ感、まあサイズ感ぴったりのジャケットなんですけれど、ぴったりで選んでしまうとライトダウンを下に着込んだ時ああいう状態になるということです。はい、じゃあもう一つ、よいしょ、はい、レギュレータージャケット、レギュレータージャケットの L サイズを普通に M サイズの私が着込むとこんなサイズ感になります。こんなサイズ感ですね。でこれの下に今のユニクロのライトダウンを着込んでみます。ライトダウン、まあ、6,000円ぐらいですかね。セールの時に買うと4500円とかで売ってる時もあるけれど、近年またちょっと円安で値段上がってきましたから4000円台のセールはあんまりないかな。もう5000円台ぐらいがいいとこかな。そのライトダウンの M、ライトダウンは M です。その上に L サイズのレギュレータージャケットを着込むとこんな感じになりますね。全然
おかしくないでしょ。真冬でもこれなら全然着られますよね。 L を選んでおくとあんまりパッツンパッツンなんかマシュマロマン的な感じにはならないんだけれど、余裕を持って下に着込めて、しかも相当暖かい革のジャケットで下にダウンを着てるから、まあ防寒としても相当いけますよね、寒いところでも。それがこういう感じになります。これがフライトダウンの M を下に着込んだ時の L サイズのレギュレータージャケット。普段 M サイズの人が下にダウンを着込んで L サイズのレギュレータージャケットをチョイスした時の状態ですね。なんかウィンタージャケットに変身ですよね。この時点で、春秋も OK のジャケットがいきなり真冬 OK のウィンタージャケットに変身してしまう。これが下にダウン、薄いライトダウンを着込んだ時の応用編、着こなし編ということになります。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。次回はこのユニクロウルトラライトダウンの22年モデルから23年モデルに変わった変更点、シルエットもいろいろ変わったんですね。特に重ね着した時の違い、かなり変わってきますので、そういったものを実例を交えてご紹介したいと思います。